ワールドカップ決勝進出おめでとうございました。ありがとうございます。まあ、ちょっと悔しさはありますけど、ありがとうございます。2位でしたからね。はい。まあ、そうですが、まあ、史上初決勝戦進出ということで、はい。今の感想というのをお聞かせください。まあ、そうですね。まあ、本当、今言ったように、ちょっと悔しさはありますけど、新たな、まあ、歴史というか、まあ、今までにない成績を残したので、そこはまあ自信を持って、嬉しいです。あと、よく選手が本当に頑張ってくれたので、まあ、その結果が2位という結果になったので、選手に対してもすごい誇らしく思いますね。はい。はい、この大会、6試合ですか。はい、ね。どこが一番苦しかったですか？そうです。もうすべて、どこもやっぱり、簡単な試合ではなかったので、まあ、苦しいというか、まあ、毎回、毎試合毎試合、もちろん簡単に勝てる相手ではなかったので、難しい試合、苦しいというか、やっぱ常に難しいなっていうのは思いながら、挑んでました。はい。まず、ちょっと簡単に振り返ってみますと、まあ、先ほどのパラグアイ戦、これがなんといきなり3点リードされるという展開から引き返したということで、はいはいはい、この時点で結構劇的でしたよね。そうですね、まあ、見てる人はもしかしたら 3-0 で、もしかしたら大量、もっと大量で負けるんじゃないかなって思ったのかなとはちょっと感じてますけど、あ、僕は全然やれるっていう自信がすぐあって、あとやっぱ流れ見てるとどっかで僕らのところに傾くなっていうのをやっぱ思っていたので、まあ本当相手の足が止まり出したぐらいからその川井選手を出そうっていうのも決めてましたし、まあ、うまく流れを変えてそれに僕らの流れがやっぱいい感じで乗っかっていったので逆転は絶対できると信じてたので、それが本当うまくはまった試合かなと思います。ね、2019年の大会も残り数秒で決勝点を決めたという、まあ、実力拮抗してるかなという思い相手だったので大変見てる方が緊張しました。そうですね、まあ初戦ですし本当にどこでやってもやっぱ難しい試合だったと思います。結果的に逆転して結構点も開きましたけど、やっぱり難しい試合だったと思います。2戦目のアメリカ戦、こちらもまず先制されてということでですね、本当にどうなんだろうっていう感じがしました。パラグアイに比べるとちょっとアメリカは戦いやすいかなと思ってたんですが、その相手にも後手に回るんじゃないかと思って心配したんですけれども、そこはどうか。そうですね、一応やっぱ分析してる中でやっぱどのチームもやっぱ強くなってますし、アメリカもすごいやっぱりちょっとやりにくい相手だなとは思いながらも分析してて、ただやっぱ見て弱点もありますし、うん、日本の場合全体的にやっぱ実力は総合的には上だと思ってたので、ちゃんと僕らのやりたいこと、そして分析した中での戦い方をうまくやれば勝てるとは思ってたので、まあそれもやっぱ難しい試合でしたけど。はい、ですね、特に終了間際にね、1点差まで詰め寄られたときは、本当に大丈夫かと思いました。はい、そうですね。まあ、またこれがしかし、まあ、ここまで良かったんですけれど、3戦目のロシア戦で 1-7 ということで、これもまたドラマチックというか、劇的というか。そうですね。はい、まさかこんなに点差が開くなんてというふうに思ったんですけど、そこはいかがだったでしょう。そうですね、まあ、僕も思った以上に開いてしまった。まあ、僕もやっぱ簡単に勝てないと思ってましたけど、まあ、まさかこんな点数が開くとはちょっと僕もちょっと予想外でしたし、やはりちょっとアウェーというか、まあ、運もちょっと見放されたところもありましたし、ちょっとシュートもアンラッキーで相手にとってはラッキーでしたし、まあ正直ちょっとうまく戦えなかったかなっていうのは正直ありました。はい、終わった時は。
そしてこういうね、大差がついた試合っていうのは、結構精神的にショックを受けるんじゃないかと思います。まあ、その中で、次のタヒチ戦ですか。はい、こちらも強豪ですけれども、それまでにどうやってこう気持ちを立て直したというのはありましたでしょうか。まあ、そうですね、最初の2戦でやっぱグループステージ突破決まってたっていうのはすごい大きかったかなと思いますし、あとやはりみんなが、切り替えるスピードがやっぱり、思った以上に速かったので、やっぱその大差にはなりましたけど、まあ、しっかりみんなで借りを返そうっていうふうにやっぱ気持ちを切り替えられたのはすごい大きいかなと思います。でタヒチに関しては今まで結構相性もいいチームでしたし、まあ、簡単に勝てない相手ではありますけど、うまくみんながやっぱりしっかり次に向けて切り替えて戦ってくれたので、タヒチ戦も、まあ、最後ね劇的になりましたけどあれは本当にもう劇的というか僕らではちょっと想像のつかないひっくり返し方だなとは思いますけど。そうですね、一応ちょっと振り返ってみますと、ずっとリードしてたんですけれども残り30秒で逆転されて、はい、さあどうしようかといったところのキックオフでこれがそのままボールをつないで同点に持ち込み、3分間の延長に持ち込んで、はい、先制を奪ったんですがすぐ同点にされ、でその後、はい、赤熊選手の劇的なオーバーハンドが決まったという展開だったと思います。いや、さすがに田畑コーチといえどもここまでの展開は予想できなかったでしょう。そうですね、やはりそれはちょっともう本当僕も想像はついてなかったので、選手が本当に諦めずにやってくれた結果がやっぱ勝利を手繰り寄せたかなと思います。さて、そしていよいよ次は歴史を作らなければいけないセネガル戦ということで、はい、ここの準決勝の壁を日本は今までずっと突破できませんでした。この試合に臨むにあたってどういうことを感じていらっしゃいましたでしょうか。そうですね、ロシアに入ってからセネガルとは一度トレーニングマッチしてたので、まあ、そういう意味ではすごいやりやすいなと思ってましたし、そこからまたセネガルと対戦するまでに分析して修正する部分もあって、まあ舐めてはいないですけどいけるっていう自信はすごいあって、まあ、それが結果的にやはりちゃんとつながったので、はい、まあこの試合がでも振り返ってみるとこの大会の中で一番なんか安心しられる試合だったような気がします、うん、そうですね、やはりセネガルやっぱブラジルとかポルトガルとかやっぱ倒してるので簡単ではないと思ってましたけど、やっぱブラジルもポルトガルもそうですけど、なんですかね、今までのスタイルをちょっと変えて個人で勝負して戦ってて、でそれをやっぱりセネガルは1対1で圧倒的に勝ってたから、やはりああいう強豪チームを食ってたの で僕らはそのチームでやろうとしていることを続ければ絶対勝てると思ってたので、まあ、それは本当選手が表現してくれたので、それが結果につながったと思います。勝った後に例えば山内選手なんか、長くずっと代表で一緒にいらっしゃる山内選手なんかが涙を流してました。はい、田畑コーチはどうだったですか、涙は。まあ、やっぱうるっとはやっぱ来ましたしなかなか越えられない壁でしたので、僕も、まあ、代表としてはベスト4 2回あって、その最初の時は僕まだビッサッカーやってなかったので、ああ、でその前回大会の4位が僕の中で初めてだったので、やっぱそこに行くまでもやっぱり大変だったというか簡単ではなかったので、やっぱそういう思いとかもあって、やっぱちょっと熱いものは込み上げてきましたけど。だって決勝戦、1点、先制されましたけれども、すごく第1ピリオド粘って、はい、で第2ピリオドすぐすごいシュートで同点に追いつきました、
はい、この試合の一番のハイライトだったような気がしますけれども、どうだったでしょうか、決勝戦。そうですね、まあ、ちょうどそのミーティングとかもそうですけど、まあ、今までやってきたことはやりつつも、ちょっとあの新しいことをちょっとやらなければこういう場面で勝てないんじゃないかなと思って、でまずは守備の部分を今までやってない、やったことないことをまあ僕がちょっとあのオーズにちょっと提案して、でそれは結構うまくはまってたので、まあ、最初から最後までずっとそういう、まあ、100% はないですけど、まあ、うまく機能はしてたかなと思いますし、であのキックオフも今までやったことないことを提案して、でそれがやっぱりうまくはまったので、はい、まあそれは良かったかなと思いますけど、ただやはりあの後のファール、やっぱ不用意なファールっていうのがちょっと負けた範囲につながったかなとは思いますし、まあ、全体で見てもね、あのやっぱロシア寄りのちょっと不衛っていうのも感じてたので、やっぱそういうところでちょっと弱さが出たかなっていうのはあったので、まあただこの日本代表が成長する上ではこう新しいことをいきなりやってもそれに対応してくれた選手たちがそれをやってくれたっていうのは、まあ今後につながる、うん、試合だったかなと思います。はい、今回、監督はボレル・オーズ選手、選手兼監督ですよね、で田淵コーチということで、はい、2人の役割分担としてはどうでしたか。そうですね、まあその合宿とかとはまたちょっと違ったので、まあ何ですかね、一応オズとはやっぱ話しながらやってましたけど、そのまあ僕が考えてることもちょっと引き出しも出して、それをまあ相談して、まあそれをチームでやったりとかして、まあうまくそのオズがやりたいことを、そして僕がそれにプラスアルファできるものをちょっと引き出しで出せたのは、結構まあバランス的にはまあいい部分は出たかなと思いますし、まあピッチで感じることとやっぱ外で感じることも違ったりとかするので、やっぱその辺は試合中もまあたくさんは話せないですけど、まあちょっとしたフレーズとかで感じてそれを変えたりとかっていうのは一応心がけて、あとそうですね、僕やっぱ選手の時は選手で結構流れとか読む方は得意な方だったので、やっぱ常にそういうのは意識して全体を見ながら修正してっていうのはやれたかなと思いますし、まあまだまだ改善しないといけないところは、うん、あると思いますけど、まあ2人そうですねまあうまくできたんじゃないかなと思います。はい、交代のタイミングなんかは田畑さんが決めてらっしゃったように見えたんですけど、そういう感じだったでしょうか。そうですね、もう合宿の時から、まあ、バランスとか誰を残して誰を先に出すとかっていうのはもうある程度決めてもう持っていってたのでまあそういう意味ではあんまり気にせずに、あとはまあ状況を見て、はい、やってました。本当を言うと田畑さんプレーしたいんじゃないかなっていうふうに思って見てたんですけど、どうでした。ああそうですね、まあ、そういう気持ちもありますけど、ただもう向こう行った時はもう選手を信頼して、はい、もう僕は本当に勝たせるためだけに選手のためにやれることをやってました。分析とか試合中も流れとか見たりとか、まあ、常にそういうことを考えて、はい、まあいいかどうかはちょっと分からないですけど、選手がもしかしたら違うって思うかもしれませんし、はい、いえ、もう一つ思ってたのは、なんで長袖を着てるんだろうなって思いながら、田畑コーチだけ暑そうだなと思って見てたんですいや、意外に寒かったですよ寒かったんですね、はい、実は。あ、そうだったんですね、はい、ありがとうございます。はい、日本が今後成長するためにはどういうことが必要だと思われましたか。そうですね、やはり
まだまだこの若い選手とかやっぱどんどん下からこう突き上げて出てこないといけないと思いますし、やっぱどこの国見てもやっぱ4人セットで変わるので、うん、あの日本のは結構バラバラにとか、うん、やっぱ誰か長く出ないといけないとか、やっぱそういうのはちょっと変わっていかないといけないのかなと思います。まあそれ何かっていうと、やっぱり疲れているとパフォーマンスはやっぱ、人間ロボットじゃないのでパフォーマンスはやっぱり落ちてると思いますし、まあ、今回もやっぱ映像見てても実際やっぱ疲れた中でのプレーはちょっと精度は落ちてるなっていうのはすぐ感じてるので、やっぱどこの国もやっぱ休んでフレッシュで入ってきてっていうのがやっぱ繰り返されてるので、やっぱそういう意味ではこの日本もそういう部分は見習って、まあ、そのためにやっぱどんどん新しい選手とかそういう何ですかね、実力をつけてやっぱどんどん出てこないとこうセットで変えられないのかなというふうには思いますし、まあ、まだまだ細かい部分を言えば、成長しないといけないところはたくさんあると思いますし、まあ、これから準優勝チームとしてプレッシャーもかかってくると思うので、やっぱどんどん成長していかないといけないと思う。そうですね、いろんな部分で成長できればいいかなと思います。ありがとうございます。さて田畑コーチの個人にちょっとフォーカスを当てたいんですが、はい、田畑コーチは鹿児島実業、はい、ですね、はい、遠藤康人選手と同期、はいはい、で、高校卒業して、RBX 新潟だったと思うんですが、はい、でした。で、残念ながら RBX 新潟を怪我で出場機会がなくなって、お辞めになったというふうに思っておりますが、それでよろしいでしょうか。まあ、そうですね、まあ、でもプロの世界なので結果が出なければ、はい、まあ、怪我も原因ありかもしれませんけど、ただ僕の実力がなかっただけだと思います、はい、でもそこから先ビーチサッカーにはどういう形で出会ったんですか。そうですね、その後沖縄に渡ってラウンサンダーのカリウシ FC とか、あの今ある FC 琉球とか立ち上げたりとかして、まあ、その後は26歳で引退してサッカーをもう全くやらなかったんですけど、そのラオスさんとかやっぱビーチとか始めて、で今ある相馬プライヤーの川原塚武さんとかに誘われてやってみないかっていう、はい、ずっと誘われてたんですけど、もう引退して、まあ、2年ぐらい経った時に、まあ、誘ってくれてるんで、うん、1回ぐらいは遊びに行かないとなっていう気持ちからスタートしました。でラモスさんもやっぱ知ってましたし、やろうよっていうのは言ってたのでまあやったらやっぱり血が騒いだというか、あ、こんな難しい競技あるんだなっていう簡単にできると思ってたんで、そのサッカーやっぱプロにもなってて、うん、キックとかもで簡単にできるかなと思ってたんですけど、まあ本当に全くできなかったんで、その負けず嫌いな気持ちがふつふつと湧いてきてそっから火つきましたね。ああ、なるほど、はい、でそっからだとワールドカップ8回でしたっけ。そうですね、28から始め、そうですね、8回。そうですよね。いやー、あの時誘ってもらってなかったらこうやってワールドカップにも出てコーチでも行ってないし準優勝にもなってないという形で。そうですね、いや、もう本当周りの人のおかげでここまでやってこれたと思います。まあもちろんその負けじ魂に火がついたというのはあったと思うんですが、それ以外のビーチの魅力っていうのはどういった部分でしょう。そうですね、やっぱその初めてやったときうまくいかない、ただうまくいかないと思ったらうまくいったりとか、やっぱちょっと予想外なこと、なんですかね、やっぱ刺激的というか、そのちょっとちょっと人生にも似てるかなみたいな、なんていうんですかね、なんか本当予想外なことが起きて、いいこともあれば悪いこともあるしっていうか、
そのやっぱプレーでも起きるので、本当に全然狙ってないのに、バウンドして違うところ行って、いいパスになっちゃったとか、それはそれでやっぱ結果オーライになって、面白いですし、やっぱシュートも、ああ、外したと思ったら、バウンドしたら、方向変わって、キーパーの頭上とか脇の下とか、行ったりとかして、やっぱ予想外なことが起きるので、あとやっぱり、派手というか、サッカーと違って、この派手なプレーが多いというか、で、そして周り、音楽がすごい、ワールドカップでもそうですけど、やっぱりガンガン鳴ってるので、しかもノリノリの曲が多いので、そういう意味ではすごい魅力的な部分が詰まってる、競技というか、やっぱシュートも多いですし、本当、それこそタヒチ戦みたいな、ああやって数秒で追いついて最後で逆転するとか、もうああいうのがやっぱり見てて、ハラハラで面白いのかなと思います。ありがとうございます。田畑コーチは今後は自分は何をしたいと思ってらっしゃいますか？そうですね、まあ選手の時からやっぱり世界一で、もう選手じゃないのであれですけど、選手の時もそうでして、選手じゃない今指導者でもそうですけど、やっぱ世界一っていうのはずっと常に持って挑んでるので、やっぱそこに挑戦し続けたいなと思います。はい、ありがとうございます。今回、昔一緒にプレーなさってた前園真聖さんが、はい、自分のツイッターでずいぶんビーチサッカーのことを宣伝してらっしゃいました。あ、本当ですか。はい、注目も集まってきてると思いますので、ぜひ今後も頑張ってください。はい、ありがとうございます。はい、本当にどうも今日はありがとうございました。ありがとうございました。